走り出せる紅葉ラインあの日の夢まで諦めずに Quiet Run 黒べきはなくしたくない学園やっと見つけた。ちょっといいかな？誰ですか？この子が君のマナかい？マナ？サルファは友達です。おっと失礼。そんな怯えた目で見ないでほしいな。こんなところに一人、いや君たち二人で住んでるのかい？町に行くとみんなが通がりますから。なるほどね。この辺の人たちは錬金術についての知識も乏しいだろうし、君とサルファの力は得体の知れないものに見えるんだろう。錬金術？おや、君も錬金術を知らないのかい？この家にはちょっと前まで有名な錬金術師が住んでいたんだけど。そうなの？ああ、うちにこもりきりで、やはり町の人間からは気味悪がられていたがな。
そうだったんだ。君、もしかして何も知らないのかな。昔のことは覚えてないんです、おぼろげにしか。なるほどね。道理でなかなか見つからなかったわけだ。それで貴様はこんなところに何の用だ。それであなたは何をしに来たんですかってサルファが聞いてます。ん？おっと失礼、すっかり忘れていたよ。僕はゼップルクライバー、アルレビス学園の教師だよ。アルレビス学園。そう、全世界の錬金術師の卵が集う錬金術師のための学園。今日はね、君をその学園にスカウトしに来たんだよ。はい。ですので、そろそろ終わりにしましょう。最後にもう一度、皆さん入学おめでとう。以上で入学式は終了です。生徒は速やかに各自の教室に移動なさい。邪魔よ、どいて。あ、ごめんなさい。おい、しっかりしろ。ごめん、こんなに人がいるところ初めてだから。ずいぶん緊張してるみたいだね。ああ、よく来たね。1ヶ月ぶりかな。あ、お久しぶりです。ゼップルさん。うん、久しぶり。そうそう、今日から僕は君の担任になったからね。尊敬の念を込めてゼップル先生と呼ぶように。そうなんですか。すみません。冗談だよ。それじゃ教室に行こうか。場所は。いえ、全然。それじゃ一緒に行こうか。入学初日から迷子になられても困るしね。はい。君たちの担任になるゼップルクライバーだ。よろしく頼むよ。よろしくお願いします。
いろいろ大変だとは思うけど、困ったことがあったら相談に来てほしい。僕が暇な時ならいつでも相談に乗るからね。みんな疲れてるだろうし、今日は簡単な説明だけにしようかな。それじゃあ今日はこれで解散。明日から早速授業があるから遅刻しないように。しないうちからその様子じゃ先が思いやられるな。それは。おい、聞こえてないのかな。そもそもここに来たのはお前の意思だろ。そうなるからだよ。ちょっと弱気になっただけじゃないか。ねえってば。あ。気づいてくれた。もういくら呼んでも無視してるんだもん。ごめん。今誰とお話ししてたの？え、サルファとだけど。かわいい。君のマナ？珍しいね。言葉を喋らないなんて。そうなの？私もたくさんマナと会ったわけじゃないけど。ほら、これがうちの子。どうしたの、フィロ？急に呼び出して。この子に紹介しようと思って。ほら、ご挨拶して。あ、トモ、よろしくね。あ、うん。よろしく。じゃあ、もう帰っていいよ。そうだったんだ。でもよかった。ずっと一人でブツブツ言ってるんだもん。隣の席の子が危ない人だったらどうしようって心配しちゃった。はあ、私フィロメール、フィロって呼んでね。君は？僕はベイン、ベインアウレオルスだよ。ベイン君だね。ねえ、これから暇？せっかくだし、一緒に学校の中を探検してみない？え、僕と？何か用事でもあった？うん、何もないけど。よかった。それじゃ、早速出発。初めての人間の友達だな。まあ頑張れ。そうだね。うん、頑張るよ。ベイン君、早く早く。僕は。僕はベイン。僕は。何をしてるんだろう。
君たち、そんなところに立ってると、みんなの邪魔だよ。あ、すいません。って、校長先生。おや？君たちは、ベイン君とフィロ君だね。噂は聞いているよ。噂？それより、みんなここで何をしてるんですか？みんなアルバイトを探しているんだよ。ここは学生課だからね。アルバイト？うん。校内でできる仕事の斡旋だね。草刈りとか掃除の手伝いとか。生徒にとっては貴重なお小遣い稼ぎのチャンスなんだよ。それでこんなに人が。君たちもお金に困ったら来てみなさい。はい。それでは私は失礼するよ。まだ仕事の途中でね。私たちも行こうか。うん。いえ、見学に来ただけで。お金持ってきてないんです。なんだ、もんなしか。見学ってことは新入生かな？はい、さっき入学式が終わったばかりなんです。あー、つまりこれから3年間のお得意様ってことね。ここはどんなものを売ってるんですか？基本的なものは大抵あるよ。お金さえ持ってくればね。覚えておきます。それじゃあ私たちそろそろ。はいはい、次はたくさんお金持ってきてね。ご用事？あ、ごめんなさい、勝手に入っちゃって。校内をいろいろ見て回ってたんですけど。ここは保健室よ。女の子を連れ込んでいけないことでもするつもりだった？いけないこと？いけないことって何ですか？からかいがいのない子ね。私も昔はあなたたちみたいに純情だったわ。まあいいわ、怪我でも病気でもないなら早く帰りなさい。あ、すいません、お仕事の邪魔しちゃって。いいのよ、この学校にいればそのうち何度でも来ることになるから。どういう意味ですか？授業が始まれば分かるわよ。そんなに危ない授業が？嫌なこと聞いちゃったね。はあ、歩き回って疲れちゃった。僕も。そろそろ寮に戻らないといけないのかな。おい、お前がベイン・アウレオルスか？そうですけど。ベイン君、知ってる人？ううん、知らない人。本当にこの子なの？なんか冴えない顔してるけど。知るか。
名前が同じなんだからそうなんだろうさ。まあいいわ、さっさと連れて行きましょう。あの、何の用ですか？お前を連れてくるように言われてるんだ。ほら、さっさと来い。あう。ちょっと待てぐんなるか。今はお前に付き合ってる暇はない。邪魔しないでよ、早く帰りたいんだからさ。貴様らこそ俺様の邪魔をしないでもらおう。おい、そこの二人。私たちですか？他に誰がいる？お前たちはすでにこの俺様が予約済みだ。予約っていつの間に？ふざけるな、後からシャシャリ出てきて勝手なこと。勝手なこと？ならばここは男らしく体で決着をつけるか。望むところだ。やめとけば、あんたじゃ勝てないでしょ。お前も手伝え。二人がかりならどうにでもなる。いやあよ、塗ったバッグのマニキュア剥がれちゃうよ。お前な、私たち関係なしに話が進んでるね。どうしたらいいのかな。さあさあ、どこからでもかかってこい。くそ、覚えてろよ。戦わずして逃げた、賢明な判断だな。邪魔者は消えた、さあついてこい。状況がよくわからないんですけど。あの二人はトニとレーネ、まあ、わかりやすく言うと悪の手先だな。悪？危うくさらわれるところをこのグンナル様が助けてやったというわけだ。はい、ありがとうございました。それで私たちどこに行けばいいんですか？それは行ってからのお楽しみだ。さあ行くぞ。どうしよう。行ってみようよ、面白そうだし。新しい被害者？被害者ではない、同志だ。わー、アトリエだ。すごい。アトリエか。驚いているようだな。ここは俺様のアトリエ。そう、グンナルのアトリエだ。その名前は嫌かも。何を言う、これ以上ふさわしい名前はあるまい。何ですか騒がしい。おお、エルメントラウト女子、ちょうどいいところへ来たな。教頭先生と呼びなさい。何度言ったら理解できるのですか。敬意を込めて女子と呼んでいるではないか。それより見ろ、三人の新人だ。俺様を含め四人、これで問題なかろう。おや、しかし見たところ全員一年生のようですね。うん、期待の新戦力だ。あなたに一年生を預けるのは不安ね。この子たちの将来が台無しになってしまう。し
けえな。俺様の下につくほど幸せなことはあるまい。やはりこれは認めるわけにはいきませんね。それでは約束が違うではないか。どうしよう、止めた方がいいのかな。私はフィロ、あなたも1年生？うん、うちは2ケ。獣人は珍しいからって連れてこられたの。尻尾かわいいな。触ってもいい？いいよ、くすぐったくしないでね。やったー、ありがとう。あの、ちょっと、二人とも。ならば我々が十分にやれるということを証明してやろうではないか。そうですね、無理だと分かればあなたも諦めがつくでしょう。2週間差し上げます。その間にニクロ布を作ってみせなさい。ニクロ布だな。いいだろう、後で吠え面かくなよ。ダメだった時はこのアトリエの使用許可は取り消します。それまでは自由に使いなさい。すぐ後に使う人が困らないよう頼みますよ。あなたがベインですね。はい、そうですけど。聞いたな、これは明らかに我々に対する挑戦だ。グンちゃんが喧嘩を売ったようにも見えたけどね。喧嘩は買うものではない、売るものだ。そういうわけでニクロ布の調合はお前たちに任せる。え、そんな、いきなり言われても。俺様はやらねばならぬことがあるのでな。では。先輩、行っちゃった。